私と同じ OBP 沖縄美少女プロジェクトの、はい、まあ、ココナっていうちょっと火星人みたいな人がいるんですけど、あ、いますね、火星人、まあ、ご存知ですよね、はいはい、でココナが、ココチュナっていう YouTube の番組を持ってるんですね、うんうん、で元々はダンスを見せる動画だったんですけども、はいはい、最近いろいろ番外編が出まして、うん、でまあココナが簡単な問題に答えられるかっていうのだったんですけど、はいはい、まあファンの方とか聞いてる方も見てくれた方は何名かいると思うんですね、はい、でその問題の中で、うん、5000円札の人物は誰でしょうかっていう問題があったんですよ、うん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 、でココナがココチュナの中で答えたのが、うん、小野妹子、うんうん、まあ、前のね、うん、そうね、はいはい、男じゃないですかまず、はいはい、男やんって言って、うん、でこの収録をした2週間後ぐらいに、うん、ショールームの公開生配信がありまして、はい、もう1回、うん、その問題を出したんですね、はい、5000円札に描かれている人物は誰ですかと、うん、ココナはこう答えました。信代誰誰誰誰。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、井原優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ始まりましたギノガルフ、はい、あれらしいですよ、うん、本当に覚えようという気がないものは人は覚えられないらしいですはい、はい、だからそうなのか、ココナは多分あの生きていく上で、うん、別にそこは覚えなくてもいいものだというふうに認識をしたんでしょうね。信代っていうのはなんか、うん、理由を聞いたら、うん、この樋口一葉さんじゃないですか、うん、でなんかあひみたいな出てたみたいなんですよ、はい、さ樋口じゃなくて、うん、野口が出たみたいで。なるほど、樋口から野口にまず変換されて、そう、野口に変換されて、うん、で野口秀夫は出たみたいなんですよねでもあの人千円札だみたいな、うん、そうだね、でもなんかあ秀夫ひあの信代みたいな全然意味が分からないつながり方を説明されて、あ、ココナちゃんの頭の中でいろんな葛藤があったんですね。 それはね、うん、覚えてたとか言ってたんですけど、うん、もうそんなの言い訳じゃないですか、うん、もうね本当に私の親友と超似てるんですよ、うん、キャラクターというかもうタイプが、うん、もう私の親友もめっちゃもう、うん、ゆうこーみたいな、一緒にディズニーランド行こうよみたいなキャラなんですね、うん、で私そういうキャラクターとっても苦手なんですよでもなんで仲いいじゃん。でもなぜか親友なんだろ、なぜかその親友は OK で、うん、でここも、うん、まあ一応 OK トゲあるな、なんかな、まあ一応ねあんまり OK じゃない言い方だな今の。まあ一応 OK かなっていう。なるほどなるほど、そうですか。まあまあココナはまた来てもらいましょう。いや、そうですよ、もうね、お願いします。もういろんな可能性を秘めてますからね。はい、さあではもう今日は早速いきたいと思うんですが、うん、この1週間何があったのかなのコーナー、うん、じゃあ平さんからいきましょうか。はい、僕はですね、先週土曜日かな、はい、同級生の披露宴に出席しまして、はい、同級生って言ったらもう40なんですよ、うん、もう同級生なんでね、うんうん、で実はまあそいつはまあ、和津市で再婚ということなんですけど、はい、うん、中学生の息子が、ほうほう、はい、まあ、お父さん育ててきた、うん、でそれで、まあ、何年か経ってで今回の再婚、まあ、結婚にだったんですけれども、はい、まあね、今までにない披露宴を見たなというか。あ、これどういうことでしょう。まあ、式が行くにつれて、うん、まあ、最後に新婦のね挨拶行って、はい、新郎、うん、最後ですね、謝辞述べるじゃないですか、うん、はいはいはい、で新婦の挨拶の時に、うん、まあ、いろいろお父さんお母さんありがとうって言って、まあ、お手紙読む感じで ね、はい、で、まあ、やっぱこの結婚をする時に一番気になったことは、うん、やっぱ息子のことだと、今その中学生の息子のこと、うん、どう思ってるのか、うん、とっても心配だったけど、うん、やっぱりやろうっていう、まあ、旦那さんもね決心してくれてやることに至りました、うん、っていうことが新婦が述べて、うん、じゃあ新郎の謝辞だっていう時に、うん、司会の方からちょっとサプライズで息子さんの、うん、その中学生の息子さんから、うん、挨拶がありますと。おー、うん、するとね、もう息子が言うんですよ。なんて。あ、いや、もう僕は、うん、その結婚するって聞いた時、うん、最初はやっぱりどぎまぎしたんだけど、うん、
心の整理とかねって思ったけど、うん、お母さんが、うん、まあもともとちょっとその小学生の時にお世話になった方だったらしいんですね、うん、新聞、うんうんうん、その方だ、知ってた方だったんです、ね、知ってた方だったんです、ね、そのお母さんが、新しいお母さんが誰だと思って心配だったけど、うん、そのお母さんだと聞いてもう僕は本当に嬉しかったですと、うん、でまた実は新しい家族も増えるっていうことで、うん、で今度からこの4人で新しい家族で今から幸せに行くとかとってももう楽しみですっていうことを息子、うん、中学生の息子がですよ、うん、言って、うん、でお父さんにも今までいろいろまあハンドボールやってるんですけど、うん、試合もねいつも試合見てくれてアドバイスしてくれてありがとうってちゃんとお礼も言ってくれて、うん、まあだからこの息子にねしっかりしてるね、しっかりしてもうその後もうずボロ泣きっすよ、うん、新郎ももう謝辞用意してたけど、うん、もう何も今の言葉でもう言えなくなった、うん、で、まあ、ただ一言愛してる、うん、お前のこと愛してるぞって どんどんだけはちょっとやめてもらって今いい話してるんでずっとどんどんが入ってくるんでこのどんどんどうにかしてくれないかなまあまあそれで、ね、もう僕らもね本当に号泣して、うん、同級生も、うん、まあ本当にねいい色見たななるほど、いいですねに比べて、まあ、次の日ちょっと息子がね僕の息子小学1年生なんですけど、はい、空手の試合がありまして、うん、まあ、打って変わってですよ、はい、まあ、そういういいシーンも見た次の日に、うん、息子はね空手の試合で頑張って、はいはい、メダル取ってきてたんですけど、はい、うん、全然違う子の症状を持ってきてたんですよ、うん、いや間違えて持ってきて間違えて間違って持ってきていやこの辺はもう、うん、あだから違反遺伝子ですよ ねだからどう違うのかなお父様からやあんなに立派に育ってる人もいれば、うん、お父さんもいれば、うん、こんななんかね面白いことやってくるっていうかね、いやもうこれはもうイサム遺伝子が、まあ、僕のねお父さんのイサム遺伝子がしっかり受け継がれてるということじゃないでしょうかね、はい、まあいろんな、まあでもそのやっぱ育ててきた親がやっぱ偉大だなと思いました、その同級生の、はい、なるほどね、はい、いい話ですね、いい話、感動したな、ね、じゃあゆうこ行きましょうか、はい、はい、日曜日に沖縄ロコドルサミットというイベントがありまして、うん、ライブハウスでイベントしたんですけども、うん、新カバー曲、今 OBP 新曲の制作も取り組んでいまして、うん、でもやっぱまだちょっと出すのに時間がかかるので、それまでの間今までもいろんな方のアーティストの、曲カバーしてるんですけども、うん、新カバー曲として桃色クローバーの、うん、チャイマックスっていう踊りを初めて披露したんですね。あー知ってますよ僕。そうそうそう、うん、で正直ちょっと盛り上がるかわからないし、うん、ファンの方もももクロカバーするんだ OBP、うんうん、みたいな、うんうんうん、ちょっとあるかなと思ったんですよ。出た動画だ、動画で今日見せてますね、助かる、写真の部長が助かる、あーいいですね、しかも動いてる OBP トップバッターで、あーなるほど、ド緊張だったんですけど、うんうん、めっちゃ盛り上がりました。もう今までにないぐらいのオープニングの盛り上がりで、これは素直に嬉しかったですね。ありがとうございます、ファンの皆さん。でね、うん、この日琉球アイドルさんのリリアちゃんっていう子が、うん、卒業の日でして、うんうんうん、でリリアちゃんと仲いいんですよ私、うん、で一緒にチェキ取ってでチェキ取って話してたら、うん、リリアちゃんのお友達が来てて、ゆうこ姉さんみたいな、このリリアちゃんがですね私に、うん、ゆうこ姉さん、リリアの友達がゆうこ姉さんがめっちゃ可愛いって、一番可愛いって言ってましたよって言われたんですよ、うん、でそれがめっちゃ嬉しくて、うん、マジでみたいな、超嬉しいって言ったら、リリアがなんか青い衣装の人ってどっかの純ミスって言ったみたいで、うん、純ミス待って、ミスじゃなくて純ミスなんでどっか一つ引っかかるな、最初からミスじゃなくて最初から純ミスだった、そう聞いた時は嬉しかったんですけど、あ待って待って準備するなんでにみたいなその理由がちょっと知りたいなって今でも思ってますね。なるほど、これは次会った時に行かなきゃいけないですね。そうには素直にね言ってるかもしれないですけど、でもなんかね、はい、引っかかると、そうちょっと引っかかるなっていう、うん、まあ両手上げてる万歳じゃないですよね、こっちはね、うん、ぜひもし聞いてたら教えてください、お願いします。はい、まあそういうイベントがあったんですね、はい、じゃあ僕もちょっと短く、うん、まあ、土曜日、はい、ゴルフ行きまして、はい、ジアッタというね、はい、ところのコース回ってきたんですけど、まあいいコースで、はい、はい、なんとそこのスタッフが初恋クロマニオンの、どうもここに、はい、そこに勤務されてて声かけられて、うん、もう一緒にゴルフ回ったこととかもあるからね、うん、そうそうそう、でそんな話もしてやりましたけど、まあ難しくて、なかなかグリーンが速くてですね、はいはい、ただそのドライバーに関してはようやくコツをつかんだので、うん、
全ホール使ったホールはもうフェアウェアほぼ真ん中に行くようになりましたんで、うん、すごい。でドライバーはね、ただパターがもう全然難しくて、うん、はい、でスコアはあんまり良くなく107というね、もう至って普通のスコアになってしまいましたが、うんうん、まあまあでも日中のねゴルフは本当にまだまだ暑いので、いやど暑いでしょ、ね、ちょっと罰ゲームみたいな感じだったんで、うん、ぜひ気をつけていただきたいなということと、でその次の日、はい、披露宴があったんですよ、はい、でこれアメクテラスだったんですけど、うん、僕アメクテラスで3回目かな司会するの、うん、まあいつもよりは少人数だったんですけど、はい、その新婦の方が妹さんの披露宴の司会を僕がしてるのを見て、うん、自分の時もぜひやってほしいという、嬉しい、出演したんですよ、はいはいはい、で、まあ、打ち合わせの時からあの本当に和やかにこういう風に行ってて、うん、でお子さんも2人ねもういらっしゃってて、でいいパーティー、ね、披露宴だったんですけど、はい、またあの三女もいて、うん、みんな綺麗なんですよ、美人三姉妹で、うん、であっちのお父さんももう1年前だったんですけど、はい、あ、ご無沙汰してますって、ぜひあの三女の時ももう一人いますんでよろしくお願いしますって言われて、なんかこういう風に、ね、繋がっていくと、ね、司会も長くやってるとなんか嬉しいなっていう風になりましたね。またご縁があればぜひ、司会も受けたいなと思ってますけど、でもう一個ね、はい、県外でちょっとやってくれないかっていう話もちょっとすごい、あ、そういう、はい、別の県ですけどね、だからいろんな形でちょっとまたイベントとかこういう披露宴の司会とかね、うん、ふうに最近思っております。ゆうこちゃんの夢もカンナにね、そう、司会やってもらいたいということを前言ってたんで、いやもうあれはでしょ、僕とあの僕と伊波さんでやるんでしょ、あ、二人で、二人でやるの、ああ、絶対お母さんが喜ぶ、あ、何、あ、僕もやったら、伊波さんも入ったら、うん、わあ嬉しいって言うと思う、いやもう最初だけだと思いますよ、あとはもう いい余興なんかね映像とか作ってくれるかもしれないから、ぜひぜひお願いします、はい、そうか、はい、そういうことですが、あとあれですね、昨日ですか、はい、伊波さん、はい、お誕生日ということで、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、そうなんですよ、僕はい、おいくつに、40歳になりました、ついになりましたか、はい、どうですか40歳は、いやちょっとまあ、うん、なんかあたたたたたっていうのをよく言うようになりましたね。なんか40になって、なんか引き上げる時とか、なんかもう自然になんかあたたたたあたたたたあたたた、なんかのために言うようになったなっていう。どうしよう、ゆうこ今でも言うんだけど。早いな。もう全然開いてます。一生とかめっちゃいいですよ。どうですか、じゃあの抱負を一言。はい。はい、そうっすね、うん、いやでももう40になっても、うん、まあ、40に見えないおっさんとか、なんかうんうん、あんまおっさんらしくないおっさんにはなりたいなっていうのは、うん、ちょっと目標にありますけども、うん、楽しくやっていきたいなと思ってますが、はい、はい、あと歯も大事にしようかなと、そうですね、歯はぜひ、ね、歯も、はい、ね、8020運動続けてください、よろしくお願いします、ということでおめでとうございます、ありがとうございます、はい、すいません、特に何も用意はしてないんですけどのようですよね、なんか行った時になんかあれってそわそわしたけど、あるのかなって、ないな、まあ特に今のところは全然いいです、ありがとうございます、今度また今度、ね、全然もう、ね、またはいですね、はい、さあでは、ちょっとツイキャスね、はい、もうたくさんいただいてるんでいきましょう、まずは、ギルガメッシュの皆さんこんばんは、違いますね、ギノガルフですね、はい、続いてアキーさん、久しぶりということで、昨日お誕生日でした、アラフォー突入おめでとうということで、ありがとうございます、はい、アラフォーはもうとっくの昔に入ってたんですね、フォーになりました、フォーになりました、はい、青いソニカさんこんばんは、渡辺直美です、ギノガルフの後はカンナさんを見てよねということで、うん、これわかります、今日からの、そう、今日10時からドラマが始まるんですけど、うん、タイトルがカンナさんって言うんですよ、うん、ですよね、そう、渡辺直美さんの主役、この番組のさがあったの、実は、あ、あったあった、タイトルです、タイトル、ギノガルフのやるときね、ギノガルフに決まる前は、うん、カンナさんって番組にしようかっていう案もあったんですよ、はいはいはい、うん、そしたらドラマで始まるっていう、ね、すごいですね、韓国映画にもなんかカンナさん大成功ですみたいな、大成功なんかあるよね、だからカンナさんっていう名前なんかよく、カンナ番組がカンナシリーズがまた始まりますんでなんですかね、使い勝手がいいんですかね、カンナさん、ね、どうなんでしょうね、ぜひよろしかったら見てください、はい、泉さん、東京佐藤さん、こんばんは、森進一です、はい、おふくろさん、続いてたっけさん、今日こんばんは、山口俊です、あ、やっちゃいましたね、はい、うん、次、行きましょう、沖縄大好きさん、こんばんは、東京タワーです、333メートル、はい、次、
一発ゆめさんこんばんは、矢さんハッピーバースデー、あとドラホーということで中日勝ったみたいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。アルファイングケインさん、どうもこんばんは、いすゞのトラックです。はい、いすゞのトラックいいですね。次ちゃんお大事にということで、なんかそうね、そうこっち、あ、本当だ、物もらえになってます、ね、久しぶりになったらしいね。そう、2回目人生で、うん、痛い。はい、次、カラスモリティアラさんこんばんは、あ、オラキオです。あ、出てましたね、あのトンネルズのねスポーツリー。はい、沖縄にワンチュールさんごめんくさい、チャーリー浜ちゃんありませんか、ありがとうございます。サロニーさん、こんばんは、最近ハマってるミュージシャンは、アルフィーです、おめでとうございます。なんで、坂本パープルかっこかりさんこんばんは、今日の東京は大荒れ、雷すごくて大粒の氷が降りました、怖かったです、ねね、なんか池袋の映像とかありましたけど、すごかったですね。あとカラスモリテイラさん、チャイマックス踊れるのすごいねって来てますよ、ありがとうございます、はい、あとは伊波さんおめでとうがたくさん、ね、ありがとうございます。はい、40になりますということで、はい、ドクロンピアさん、ニチャムリとマッキントッシュですということでね、ありがとうございます。いい外国人選手でしたね、すぐいなくなりましたけど。はい、あとオフィスユーマー社長さん、ギノガルフってどういう意味ですか。ね、ギノワンのギノにガルフが、ワンという、ワンを英語にして英語を読みして、ね、そうですね、なのでギノワン、ギノガルフということです。はい、はい、まあ、響きからね、はい、取りました。はい、ということで以上ですね。はい、さあということで、実はですね、今日番組ゲストとして、うん、もうフリーアナウンサーとして大活躍をされている山内ゆり子さん、ね、お迎えいたしますので、そちらもお楽しみに。では進めていきましょう。この番組は石垣島グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。もうずっとさ、でも今年になって40、40って言ったから40になった実感がない。いや、もう関係ないよ、あんまり。関係ない。あんまり何も。お願いします。特にあれなんだよね。もう何も。あ、そうですね。お願いします。はい。じゃあしばらく、ちょっと一回そこでスタンバイを。はい。はい、こんなに大荷物で。全然大丈夫ですよ。ちょっと全然テンポ早いやんか。もう来てますよ、ツイキャスでも。山百合さんって来てます。知ってくれてるの、泣いちゃう、それだけで。鼻水が出てくる。あ、いや、じゃあまずそこでスタンバイを、はい、また呼び込むので、呼び込んでらっかるんだと、ゆうこちゃんの間にね。あ、気持ちいい、はい、エピソード2つでいいかな。2つにするね、エピソード。うん、まあちょっと時間見ながらします。大丈夫です。前に一、おふくろさん、宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中でホラー映画ですね、ただので。ギノガルフ、さあギノガルフをお届けしています。ではここで、グッドフィールドグループからのお知らせです。ゆうこお願いします。はい、今日はチャオパニック沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。沖縄アウトレットモールアシビナー内にある県内唯一のブランド、チャオパニック、レディースメンズを取り扱っており、幅広い年代の方にトレンドやブランドらしさが詰まっており、個性豊かで笑顔が素敵なスタッフがお客様のおしゃれのお手伝いをいたします。店内では最大 80% オフも行っており、今から使えるアイテムもお手頃価格で販売しております。ぜひこの機会にチャオパニックアシビナー店にお越しください。お問い合わせはチャオパニック沖縄アウトレットモールアシビナー店、電話 098-996-2646 098-996-2646 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
はい、ということで今日は、チャオパニック、はいね、まあ、以前にも何度かご紹介しましたけれども、ね、こちらメンズレディース両方あってね、うん、非常に可愛らしい服多いですよ ね、うん、ね、結構カジュアルな服が多くて、うん、はい、男性の服もあ、ちょっとじゃあメンズからいきますか。今日ね、はい、この写真見て自分もつぼったんですけど、うん、どっちからいこうか。はい、こちらもまずこちらから、はい、はい、ああ、まあ、カリウシウェア風な南国なスタイルじゃないですか。私こういうの大好きなんですよ。夏っぽく、夏っぽく、なんていうの、夏を楽しんでる格好っていうんですか、うん、なんかこれで来られたら、うん、なんか爽やかさが増すし、ああ、そうですね、ソーダ飲みたくなる。ああ、なるほど。これソーダ持ってない、持ってない、持ってないね。ソーダ見えないね。ソーダ持ってないけど、あ、まあ、ね、これ伊波さん合いそうですよ。あ、本当ですか。うん、あ、こんな感じ。多いかも、ね、あ、ありがとうございます。なんかこんな感じします。で、はい、次がこの、まあ、ジーンズとかの素材がたくさん使ったものなんですけど、ジーンズ素材も大好きで、うん、自分お兄ちゃんの格好が大好きなんですよ。あ、そうなんですね。実のお兄ちゃんの、うん、もう大好きで、もう超センスいいんですよ、お兄ちゃん。あ、嬉しい。お兄ちゃんこういうジーンズ系いっぱい着るので、うん、こういう系着たら皆さん優子にモテます。おー、純ミスにモテるらしいですよ。純ミスに、純ミスにモテる、 G の女にモテるから。あとね、レディース系も、はい、レディースも、まあ、まあ可愛らしい感じで、今もうトレンドのオフショルですね、うん、これは女子受けもいいですし、男子ってどうなんですか。男性ってこの肩が出てる洋服って、いや、これは大好きですよ。あ、そういえば肩出てるこのタイプ見る ね、 ね、多いんですよ、うんうん、もう本当に今年のトレンドで、ね、うん、出さなくていいですね。急に出し始めた、肩出し始めたんですけど、ゲストね、あと、うん、まあ、こういう感じも、ね、そうですね、はいはい、で、小物見えますかね。この今写真にカバンが写ってるかと思うんですけど、うん、今日私ちょっと友達に会って、うん、偶然このその友達がこのカバン持ってたんですよ、うん、チャオパニックの。なるほど、めっちゃ可愛い。リュックにも使えますし、はい、ショルダーバッグにもできるのでおすすめです。でそれが最大ね、 80ですよ。 80って何なん。80っすよ。100から数えた方が早いよ。ね、激安です。激安ですので、めちゃめちゃ、ぜひ足を運んでいただければと思います。チャオパニック沖縄アウトレットモール、アシビナー内にありますのでね、ぜひ、自分の目でチェックをしていただければと思います。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、では皆さんお待たせいたしました。今日はゲストをお迎えしております。山内ゆり子さんです。どうぞこちらお越しください。はいはい、じゃあこちら、はい、座ってください。はい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 、こんな感じでいいですか。はい、はい、山内ゆり子さんです。どうもようこそ。どうもどうも、はじめまして。はい、はい、つけてもつけなくてもいいです、大丈夫です。キラキラしてますよ。そうですね、今日のギロガルフキラキラしてますよ。緊張するな。あ、山内さんって拍手がもう来てますね。嬉しい、はい、分かってくれてはるんや。そうですね、嬉しいな。あ、いいですね、観覧数も増えましたね。いいですね。ありがとうございます。山由里さんって関西弁なんですね。そう、私ね、兵庫県出身なので、はい、まあ普段はね、ニュース読む時とかもちろん京都市長になるとやっぱりなんか数が出るから、うん、やっぱ関西弁になることが多いですね。なんかええやん。なんかええ。ちょっと何このなんかちょっと喋って喋ってみんな。カンナさんがわざと喋らない。なんかいや、僕今日一番楽しみなのは山由里さんと伊波さんの会話です、ね。なんでよ。傍観者ならないでくれる。どういう風になるのかな。緊張するわ。まあまあ、まずちょっとね、はい、なんで今日来てくれたのかなっていう話をしたいんですけど、はい、以前ちょっと一緒にご飯食べた時に、はい、この FM 技能湾の技能ガルフの話になって、で、うん、ぜひ出たいと、え、はい、言ってくれたんですよ。じゃあ本当に出てくれるってなって、いいよってなって今日に至ったということ。山由里さんから。そうそうそう、いや、もう念願ですよ。本当に本当に、もう待ちわびて待ちわびて今日こんな鼻声ですよ。そうね、残念な、残念なねコンディションになってしまいましたが、ただでさえ余ったね声なので、もう今日輪をかけて。いや、でもね、今のところは大丈夫ですね。でも先週お会いした時なんかあれですよ、なんか番組タイトル間違ってましたよ。こんなに好きなのに、うん、ニノガルフみたいな感じで言ってますよ。あれは変換ミスのスマホのね。ニノじゃないのとか言ってましたけど。はい、あ、ごめんなさい、今、はい、伊波さんが切れてたんで、はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。いいサイズになりました。ありがとうございます。ちょっとまあね、まずは山内ゆり子さん、はい、まあ、知らないという方のために、うん、今
神戸、どこ出身でました？兵庫県、兵庫県出身というね、ふうに言いましたけど、どういう、なんていうんですかね、こう家庭、家庭を経て沖縄に来たのかという。もうさ、1時間ぐらいかかるんで。ね、やめてください。2分ぐらいになったのか、なんとか。まあ、もうひらめきで移住しました。あ、そうですか。はい、車1台でこっち来て。沖縄来てから 何年目ですか？今ね、6年目になりました。あ、はい。もう6年か。はい、まあ、そうですね。最初はね、まあ、RBC の方でその契約のアナウンサーという形で入ってきて、はいはい、まあ、そこではね、まあまあ、ラジオテレビ中心にいろいろね、活動されてて、うん、今は持ってる番組は、まあ、そうですね、フリーではあるんですけれども、はい、今はちょっと QAB さんって、うん、テレビで5チャンネルの方が多くてですね、はい、うんうん、そちらの、まあ、土曜日日曜日のニュースのアナウンサーと、うん、あと月火水は、夕方4時35分からテレビで、うん、やってます。瞬間級アプリというテレビ番組の方で MC をしています、うん、なるほど。あとはまあナレーション司会とかも、ね、そうだね、はい、うん、もろもろ、ね、まあまあフリーアナウンサーですからね。山百合さんね、やっぱ見るじゃないですか、くもちでね、なんか RBC 館内でも、もう目立つんですよね、すごい、ちょっとね、いや目立つよね、めちゃめちゃね、コンビニとかでもよ一緒になった時に、はい、本当にね、お客さんがみんなさーって前のお客さんに、はい、嘘、もう本当に山百合さんが入ってきたら、いやマジで自動ドアも、いや違う違う、ね、匂うから避けてるわけじゃないから、なんかね、自動ドアもいつも以上に開いてるんじゃないかな、全員が母親から、すんごい開く、自動ドアがすんごい開くんですよ、いつも以上に。いや本当に嫌いです、帰りたい、なんでかなんでか、いやいや、いや本当に念願で、念願できたけど、そうそう、いやだこうね、山百合さん普段からやっぱりその目立つというか、うん、そういう、うん、まあなんていうのかな、やっぱ綺麗ですしね、うん、綺麗です、初めて聞いた、6年目で、まあ言わないですね、恥ずかしがって、あんまり綺麗とか本人に言ったことはない、まあ、でもね、神田さんは私移住して、うん、まあ、全く私のことをね知らないじゃないですか、うん、その中でもちろん経歴とかもね、向こうの経歴とかも知らない中で、うん、神田さんはね本当来てすぐぐらいにもう声もかけてくださって、うん、優しくしてくださって、うん、ご丁寧に接してくださった、本当にすごいなと思いました、イケメンだなと思って、僕基本的にみんなこうなんていうのかな、来たか、特に契約のアナウンサーって県外から来られた方って、うん、やっぱ分からないことはきっと多いと思うんですよ、うん、いやかもう本当優しくて、声かけますね、そっからもうあれですよ、逆らえないですよ、あ、神田さんに言われたらもう、まんまとその手口に乗っちゃったって、なんだ手口、なんだ手口、神田手口、神田手口に、もうもはやあれですよね、さっきなんかボットで結婚のねお話もしてましたけど、神田さんご夫妻の、あ、そうそうそう、ね、僕の披露宴の司会は山百合さんと、うん、あとROK のアナウンサーの宮田龍太郎くん2人に、うん、あ、なるほどなるほど、してもらった、ね、イメージは FNS 歌謡祭みたいな感じで、2人で司会をしてもらったという、そうそうなんですよ、伊波さんのね、奥さんね、私も講師ともに仲良くさせてもらってますけど、うん、そうなんですよね、お世話になってます、はい、もう結婚式の司会は、まあ、僕が、ね、そうそう、披露宴の一番最初の司会はそれです。だから僕らもだからこのように親戚みたいなもんなんですもう行っちゃえば、だから、まあ、よっしゃ、だから私結婚する、独身なんですけど、うん、結婚するときは伊波さん、うん、司会は心もとないん で、うん、やっぱ優子ちゃんやってもいろんないろんなおかしくなってますね、はい、けど優子会うのは初めて、初めてどうですか、はい、いや、なんか、うん、肉眼で見てどうですか、打ち合わせの時点で、だいたい肉眼だろすごく、なんていうか、かっこいい女性っていうのが第一印象だったんですよ、うん、まあ、大人な女性だなと思って、うん、でも、うん、なんか、話していくうちに、もう可愛いが先行してしまって、なるほどね、年上なんですけど、もうなんか喋るたんびに可愛いみたいな、さっきからずっと鼻噛んでるしね、ずっと鼻噛んでるし、可愛い100倍にして返します、うん、私逆にずっと可愛らしいなと思ってたけど、うん、もうラジオのトークとかプロ級ですよね、ゆうこちゃんうまいんですよね、うまいんですよ、すごいですね、本当に本当に、でもおすすめです、でもでもでも山百合さんニュース読んでますからね、うん、いつもはね、そうそう、だ基本、うん、は、まあ、アナウンサーですよね、うん、アナウンサーというのはその原稿読みというのがありまして、はい、で、まあ、この番組で優子がさっきね、はい、読んでくれましたグッドフィールドグループのね、ご紹介、あ、そう、いろいろしてくれるわけですけど、じゃあちょっとその原稿をちょっと用意しましたんで、比較的緩い、何ですか、社会性、そのなんていうの、難しいニュースとかではなく話題的なものをちょっと持ってきましたので、ちょっと実際に読んでいただこうかなと、はい、本番のようにね、そうですね、またあげた、いやいやいや、そうじゃないですか、うまいな、もう
じゃあ5秒前、来たわ、はい、4、はい、3、ではお願いします。2、それではここでニュースをお伝えします。アメリカのテキサス州で ATM 現金自動払い緊張してるな緊張してるな。バラエティの修理に訪れた男性がATM の後ろにある機械室に閉じ込められ、地元警察に救出される騒ぎがありました。アメリカのメディアによりますと、男性は鍵や携帯電話を持っておらず、現金を引き出しに来た客に明細書の取り出し口から助けて閉じ込められていると書いたメモを渡しましたみたいな。なるほどなるほど、いや、いいですね。いや、ニュースやっぱアナウンサーですよ。噛んだけど噛んだけど思いっきり噛みましたけどね。声が変わりますねやっぱり、噛んじゃった、ね、この原稿を読む時のポイント、一番気をつけてるところってどういうところなんですか？一番気をつけているところ、うん、まああのやっぱり分かりやすく伝えるということですよね、うんうん、意味を理解してから読むっていうことですかね。なんかでも目線とか難しくありません？なんかね、原稿で、あ、そうです、まあ、テレビだったらね、またお前ね、聞かなくてすいません、前にカメラが。いや、だってテレビはほら、またあの、なんていうの、プロ、なんだっけ、プロンプラ、まあ、プロンプター、あー、はい、カンペみたいなのがなんか出てるんですね。あれがない場合は、そうか、こう、そうですね、こう思いながらみたいなところはあるんですけれども、これさ、ゆうこ読んでみる？今、すごい、いいじゃん、いいじゃん、マジで一回聞きたい、聞きたい。はい、5秒前、はい、4、3、初見ですよ、初見。かっこいい。ニュースをお伝えいたします。はい、アメリカのテキサス州で ATM 現金自動預け払い機の修理に訪れた男性が ATM の後ろにある機械室に閉じ込められ、地元警察に救出される騒ぎがありました。アメリカのメディアによりますと、男性は鍵や携帯電話を持っておらず、現金を引き出しに来た客に明細書の取り出し口から助けて閉じ込められていると書いたメモを渡しましたみたいな。なるほど。やだ、いいじゃないですか。なんで山由里さんの次に読ませるの。いや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 、待って、はい、ヨウさん、ヨウさん、いや俺がやった、いやいや、俺は本当に尺使うだけだから。ヤさん、じゃあちょっと違う原稿。やだ、なんで。もう慣れたから違う原稿を読んでみましょうか。はい、お願いします。ニュースをお伝えします。アメリカロサンゼルスの展覧会で観客の女性が身をかがめて美術品と一緒に自撮りしようとしたところ、バランスを崩して展示台にぶつかり、美術品が次々とドミノ倒しになりました。このニュース何？このニュース何？まずニュース何？話題、話題ですよ、話題。ちょっと内容が気になる。いやいやいや、でも難しい。野球に緊張してますわ、やっぱり。ねえ、そうね。いや、でもゆうこちゃんうまかったですよ。まあでもだから、ゆうこのね、さすがですよ。そう、アドバイスをちょっと欲しいなと思って。ぜひ。あのでも逆に良かったのが、うん、あの微濁音だったりとかと無声化っていうのがあるんですね。うん、男性がっていうガギグゲゴって言わないで、ガニグゲゴっていう、まあこれも法則があるんですけれども、うんうん、この言葉は言って、この言葉は言わないっていう細かいのはあるんですけど、うん、そういったところが滑らかでしたし、あと、あのニュースってやっぱ日本語は上から下へ上から下へかかっていくので、はい、アメリカのテキサス州でとはやっぱならないんですよ。アメリカのテキサス州でなんですよね、うん、これがアメリカのテキサス州でって言ったらテキサス州だけがやっぱちょっと立ってしまう、うん、だけどアメリカのテキサス州でっていうことによって、まあ、日本語としてきちっとかかりができてくると、はい、まあ、深い。そういうところの上から下へのこのかかり方っていうのが、はい、自然とできてたのですごいなと思いましたね。いや、もう言う子はね、やばいですね、来週の QAB ニュースもこれ。いやいや、もうだから、あの言う子本当に毎回ね、こうやって紹介をしてるんですけど、もう本当に回を追うごとに上手になってるので、ね、そうです、なんか、うん、すっごく緊張しちゃうんですよ。で、緊張しないようにしたいんですけど、緊張しちゃうんですよ。それなんかあります？緊張した時に、ね、しないようにみたいな。左手出してください。人って書くでしょ。古いな。昭和だな。なるほど。まあまあいろんなね、まあテクニックありますけど、これはまたね、あの経験も含めてね、身についていくものなので、またよかったらあのね、いろいろ山由里さんに言うこと聞いてみてね。もうこちらこそです。山由里さんなんかあれみたいですよ。モノマネも上手みたいです。いやいやいや。金さん打ち合わせないそれ。これこれこれ俺。言うけど、うん、得意ではない。え、そうなの？得意ではない。いや、今日鼻声やから分からへん。いや、違うと思う。得意ではないと。じゃあ、誰のモノマネしてるか、いきますよ。あ、はい。あ、当てるんですね。じゃあ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。どうぞ。渡瀬、
バシに。ね、これもう一つ言い忘れてた。山根さん、歌もそんなに上手くないんですよ。いや、これ歌歌ったらもうね、まあ、その曲がわかるんです。そもそもごめん、歌がそんなにっていうのも忘れてました。古典的とかが言ってる。ごめんね、本当に。そうですね、一番得意なのじゃやってください。じゃあ僕当てますから、はい。得意なの？得意なものもね、はい。昔昔おじいさんがおったさ。誰な、なんでいやさ、モノマネ振るとこんなことになるんです。すいませんね。ちょっと本当に、これはこれなんで、ちなみに何だった、誰のマネだったんでしょう。市原さんですよ。なるほど、違うと思いますね。つこ市原ですよ。なるほど、そっか、日本昔話ですよ。あー、いや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 、見たことあります。曲いきましょう。そうですね、曲、そうですね、ね、その市原さんで曲振りじゃお願いします。そうです、じゃあ今日山由里さんのね、リクエストなんで、じゃあ市原悦子さんでリクエスト曲何ですか、お願いします。私が小学6年生の時に初めて恋したアーティスト、チェッカーズの。嘘でしょ。自分で選んでるんでしょ。忘れてしもうたな。ミセス、あ、ミセス、ミセスマーメイド。いいね、かわいいですね。まだもうすいません。かわいい山上さん、あのさ、あんだけテレビで生放送やってる人なんだからね。優しい。大丈夫。ただやっぱモノマネは本当にうまくないですね。モノマネあんなになんかやりたがりそうだけど、なんかやりたいんだろうなと思ったらうまくないんだね。やりたがりではある、うん、やりたがりなのとうまいのとはまた別の話だから。じゃあ今日鼻声だからね。いやいや鼻声とかの問題です。あと歌もそんなにだからね。私ね、歌はあのね、あ、子供の頃から声楽の先生習ってきたんです。宝塚の作曲家の先生のところに。でこれですよ。あ、先生相当苦労したんですよね。いや、これあのちなみにユーストでもこれはこの状況は流れてますので、そうそう、今ここ撮るのね。あ、オフトーンのユーストでも、あのラジオじゃなくて、そう、ツイキャスとユーストリームで、このマイクで注文されてるんで聞こえる。恥ずかしい。大丈夫、もうさっきの方が恥ずかしいんで大丈夫。大丈夫、あれ以上ないです。全然ない。あれ以上、ほらジェットインコアジさんもいろいろあったけど、トータルに素敵、ほら、めっちゃいい人。これ沖縄大好きさんもヤメルさんいいキャラしてるっていう。もうラジオってこういうのがいいですよね。井村さんも、あ、素に戻っとるってね。サーロー兄さん、ヤメルメーターが90から70に減った、どういうことなんでしょう。どういうことなんでしょう。ね、いい意味で捉えておきましょう。でも確かにあの、なんだろう、真面目なって言い方合ってるかわからないけど、テレビではね、そういうのが見えないですからね、ヤメルさんのニュースとかですから。いやね、なんかやっぱりいいですね、ラジオってこう、ね、反応がこうやって返ってくるのかね。ね、だからいい、ね、次から Q アプリとかニュースを見たときに、はい、あ、普段はこんな感じで喋る人なんだと。あ、市原さんの真似してたなって、多分ね。ね、もう放送事故になりますからね。だって、一番得意なモノマネお願いしますって言ったあれだからね。ね、ね、あれ、でも黒柳徹子とか言ってませんでした。あれはもう鼻声だから。けど、うん、やっぱちょっと違う方がいいかなと思って。あ、そうなんですね。な、うん、こういう感じになるわけ。なるほどなるほど。いやいいですよ。もうジャメなんね、そうよ。いやでもでもいい、よかったです、うん、すごくよかったです。まあ、でもちょっとテレビの裏側もね。そうそうそう、話しようかな、ね、じゃあそしたら聞きましょう。うん、うんすごい、こう、いやでもこれすごいね。これ時間見ます、はい、仲間見ます仲間見ます仲間見ます、これも見ますって、すごいね、天才やね。で時間は別にカウントはね、いやいや、すごいな、見ながらなんで大丈夫ですけど、すごい、ただ喋ってるだけですもんね。旦那さんが全部やってくれた。すごい、感じた。さすがドラマのタイトルになるだけあるわ。あ、ね、紫色が似合うのは工藤静香がやめてたんだろうね。サウロー兄さんが褒めてくれてます。ありがとう、はい、サウロー兄さん70から90に曲がりました。沖縄大好きさん、温かいお茶どうぞって、お茶ね、お茶、あ、お茶絵文字をいただきました。ありがとうございます。ごくごくごく、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいわ、ね、もう大丈夫、来週からですよ。もう、ゆうさくん、ゆうこりん、ゆりこりんですよ。何の話をしてる。
優作くん何の話皮肉さよ一つで身つけたなと思って矢田さんちょっと気づいてきたと思うけど山由里さんはラジオそんなに慣れてないめっちゃ汗かく そうなんですよ思ってなかったでしょあそうですねもう何でもやっぱできる方っていうイメージが、ね、そうなんですよ、うんうん、違うそれがまた意外な一面が見られる聞けるからいいわけですよ、ねうん、優しいですね鼻水大丈夫やめてもうちょっとあとこれだってシーンして全部入る本当全部入るバレたかそれはこれどうしようかテレビの話かもうコーナー行っちゃうかどうしようかコーナー行っちゃおうかとりあえず行って1時間余ったらその話しようテレビの話とりあえずコーナーに行きましょうはい残り35秒ぐらいです、うん、でそろそろ今日2つだけでにしたいかなあいいよだからそれで大丈夫、うん、でとりあえず曲送りカンナがやって曲俺やろうか、うん、でガナリヤマユさんがやったの、うん、なんだっけ曲曲は、チェッカーズミセスマーメイドオッケーでは、コーナーの大丈夫チェッカーズでミセスマーメイドお届けしました心にキューンときたあの言葉さあ、ということで、はい、今日はですね、山由さんゲストに迎えておりますので、はい、このコーナー行きたいと思います、はい、あなたはこれまでの人生の中で心にキュンときた言葉ってありますか？その言葉で足がガクガク震えたことってありませんでしたか？このコーナーではこれまでに106の声をしてきた106ね山内ゆり子こと山ゆりさんに男性に言われて心にキュンときた言葉を発表してもらいますおかしいでしょ、ね、106って聞いてますよ106やっ、ね、これ単純に伊波さんが108って煩悩の数を間違えて106って書いてたこういう、最初からもね、こういうケアレスミスも矢さんは相変わらず、まあ、子供のこと全然言えませんからね、うん、煩悩って何そっから説明しないといけないはいということで、まあ山里さんね、そうですね、まあ、いろんな経験があると思うんですけど、ね、やっぱ男性のねはい、キュンときた部分をぜひちょっと紹介していただきたいなと思いますので、はい、じゃあ我々ちょっとねその話をちょっとしっかり聞いていきたいと思います、はい、じゃあもう早速はい、はい、お願いします。1個目まず状況からまず状況はこれね6年前そうですよね、兵庫県沖縄に移住して、うん、2週間後ぐらいに私インフルエンザにかかっちゃいましたね。あらあらあら、まあまだお友達とかもいないし、うんうん、苦しさとそして孤独に打ちひしがれていた時に、うん、関西の友人が電話越しで、うん、あさって沖縄に看病に行こうかみたいな感じで言ってくれたんですよ、うんうん、いや大体インフルエンザやしって、ああ、そうだよね、そんな移ったらどうすんの、うんうん、って言った時の一言です。移したらええやないか。おー、むせたわ私。なるほど一回水飲みましょうか。興奮してみてたね。いや思い出しました今ちょっとその状況これはちょっとかっこいいですねやっぱりね。いいですね。これね同業者のお友達だったんですよ、うん、お友達って言っても、うん、もう50代半ばの方だったんですよ、うん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 、で一応身の潔白のために言っときますけど独身の方で、はいはいはい、今流行りのやつではないんですけどないんですけどその方も売れっ子のこういったお仕事されてる方だったんですよ、うん、でもそれこそ移ったらもう仕事がどんだけキャンセルになるみたい忙しいのにこの一言で移したらええやんか。いやー、これはいいですね。来て、今すぐ来てって言いたくなりますよね。あ、そうですよね。いやー、坂本パープルさんも惚れてまうやろね。ミネラルミラクルさんも、ね、もうキャーっていう。かっこいいよね。そこで、いやいや、そんな気にせんでいいよとかも、なんかどうのこうの言うわけでもなく、うん、一言、移したらええやないかって。なるほど。なかなかこれは出てこないです ね、 ね、すぐね、男気がね、やっぱ余裕があるな、うん、余裕。これはゆうこどうですか、うん、いや、結構こう弱ってる時にその一言言われたら、うん、もう映すってなりますよね、うん、別にありがとうありがとう、もうめっちゃ映すってなりますよね。率先して映さなくてもいいんですよ、うん、ありがとう、どうぞまあまあ、でも、やられますよ、これは ね、弱ってる時だからね、弱ってる時、うん、そうだね、やっぱゆうち
ちゃんとか、まあ、やっぱりこう、うん、なんていうの、もうゆうちゃんとかしかいないですよね。ゆうちゃんとかやっぱリーダーだし、しっかりしてるし、うん、だからそういう人こそ、ちょっと弱ってる時に、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、みんなゆう子がしっかり者と思ってるんですよね。うん、なんで俺を今めっちゃ睨みつけたの。まあでもそのイメージは完全に定着してるから、ね。実際しっかりもされてると思うけど、そんなんね。ね、甘い言葉欲しいですよね。ね、そうそう。いやー、いつになってもその。いいですよ、山由里さん、いいですよ、はい。こういう感じのエピソードが、いや、いいと思いますね。もう一つ、あ、いいですよ、ぜひ聞かせて。じゃあ、ごくごく最近の話。はい、はい、お願いします。次はね、ある日の、ま、テレビの生放送の時だったんですけど、もうめちゃめちゃバタバタしていて、はい、私がちょっといろいろともう忙しかったんですよ、うん、でゲストさんも、まあ、1ヶ月に2回ぐらい来るようなゲストさんだったんですけど、うん、もう対応とかもろくにできず申し訳ないなと思うまま本番行って生放送も無事終わりましたと、うん、その後もちょっと私がバタバタしてたので、そのゲストさん席にま帰られたんですけど、うんうん、その後メイクルームに私が戻った時にゲストさんから届いた LINE のメッセージです。いつもとっても助けていただいているので小さなお返しです。こう、これはどういうことでしょう。どういうことって思うでしょう、うん、小さなお返し、これね、うん、メイクルームに戻ったらチョコレートが私のカバンの上に置いてあったんですよ。なるほど。あれ？いやいや、すごい、いや、いいですよ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 、もうちょっと説明すると、うん、そうそう、あのね、この時、うん、本当に私忙しくって、もう、うん、打ち合わせとかもできないぐらい、ちょっといろいろと事務所が、うん、仕事がダブルブッキングしたとか、その、もういろいろと大変だったんですよ、うんうん、もうそういうのもずっとこう、あ、そのゲストさんが誰かっていうと、うん、若い20代前半の、ヘアスタイリストさんだったんですよ。そう、ヘアスタイリストそう、まあ、ゲストの方だったんですけど、まあ、そう、ずっとまあ見ててくれて、うん、で本番も終わって私も忙しいんで、じゃあまたお疲れ様ですって言った後に、そのチョコレートってまたあれですよ、高いやつちゃいますよ、ゴリバとかそんなんちゃいますよ、はい、もうね、そんなんちゃうんですよ、もうあの本当に100円200円で買えるようなささやかなチョコレートですよ、はいはい、がポンと置いてあって、うん、で、え、これもしかしてと思って、これはあなたですかみたいな感じで送ったら、疲れてる時はこの甘いもの食べてエネルギーチャージしてくださいねって言った後に、このとっても助けていただいてるので小さなお返しですって。なるほど、うわいいな、まあ心遣いの、そうね、些細な心遣いがやっぱり疲れてる時とか忙しい時は嬉しいものなんでしょうね、うん、そうですもん、なるほど、キュンとなりました。もうだからあからさまにやるよりはこういう方がやっぱり心に残るってことを、キュンとくるんですね。なんかもう20代の若い男の子でね、うん、なんかこんな、なんかしかもとっても助けてるの、とってもちっちゃい通が入ってるところとかが、あ、そういうところがいいんですね。また可愛らしいなと思って。なるほど。あ、ちっちゃい通入れればいいんですかね。いや別に何でもかんでもちっちゃい通入れればいい。おかしな話になりますからね。またこの小さなお返しですって言い方がさ、お返しですだけだったら、うん、お、何のお返しやろみたいな、うん、なるほどなるほど、ちょっとね、なるほど、これは優子どうですか。いや、いいですよ、うん、なんかちょっと似たようなことがあって、私のうちクーラーがないんですよ。番組でよく言うんだね。旦那さんもね、分かると思うんですけど、おなじみです、はい、扇風機で過ごしてて、はいはい、もうお母さんも私もずっと毎日暑い暑い暑いって言ってて、うんうん、そしたら私の一個上の兄が、うん、ある日ですね、家族の LINE にポンって画像乗っけて、うん、ギャッツビーあるじゃないですか、スースーするやつ、うんうんうん、あれをカゴに入れて、うん、その上に紙で拭くべしってやつを、うん、これを、体を拭くべしっていうメモを置いて、うん、これを買ってきたので、うん、ぜひ使ってくださいっていうのを入れたんですね、LINE に、うんうんうん、で自分が、はぁ、かっこいいと思って、うんうん、大好きなんで、一個のお兄ちゃん。うんうん、だから、はぁ、もう結婚してくださいって言ったんですよ。そしたら、それの返信が、考えておきますっていうのが、兄弟で、いいね、かっこいいね。おしゃれー、おしゃれだね。否定するわけでもなく、うん、オッケーっていうノリでもなく、なんか考えておきますっていう、しゃれてる、そう、もうおしゃれ、しゃれてるね、いいね、それがあったのキュってなるね、本当になんか可愛いってなって、お兄ちゃんみたいな。ただ確認なんだけど、結果熱いんだよね。結果熱いです。結果それは変わらないんだよね。朝方4時にはだいたい毎日起きるので、ね。俺も実家もう何回も言ってるけど、自分の部屋がもう真東も言ってたんで、朝日と共に信じられないぐらい暑さになるっていうね。
同じような経験してましたけど。オッケー、わかりました。いや、でもこれちょっと今日いい。いや、だから勉強にもなりましたよ。大丈夫でしたかね。うんうん、なるほど。まあ、ね、こういうちょっとささやかな、ささやかな方が、そうだね。心にキュンとするという。そうだ、風は移った方がいいし、うん、チョコは100円ぐらいでいいし、うん、で、ちっちゃい通入れればいいと思う。ポイントがおかしいですけど、ね、まあ、うん、大体合ってるということでしょうか。結果、その男性には私はもうちょっと遠慮しましたからね、さっき言っときますけど ね、はい、はい、うん、ということで、いやちょっとお時間来てしまいましたんで、はい、はい、ありがとうございました。以上、ここまで、心にキュンときたあの言葉でした。技能ガールフ、ちょっと聞こえないですね。じゃあ大丈夫、ずらしていいです、別に。じゃあ大丈夫です、はい、そんなことされたらよくも何そのなんかそう一言 LINE もらうとか、うんうん、なんかやっぱ不意打ちですよね、うん、そう、もうなんかめっちゃ忙しくて、どうしようどうしよう、スケジュールも飛行機も取らなわーってなってる時にそれ見てほっこりみたいな、いやーなりました。会いたいの、そのヘアスタイリスト、その人。ああ、ね、やっぱ女にはキュンが必要ですよ。まあね、でもちょっと言葉なんか打つときやっぱなんか照れくさいのもあるけど、それをできる人とできない人は、まあ、そう、あのね、自然にできる人はやっぱいいと思う。まあいいよ、なんかそんなの送ろうと思ったらもう何回も読み直すし、誤字脱字がないかとか確認して送るから、そんなんじゃないと思うんで、さりげない一言送れる人の方がいいと思うんだけどね。男女の関係とかじゃなくて、最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ。最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ。あ、グーだ。いや、そんなのやめてくれないかな。技能ガルフ、技能ガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。はい、人生もう完全にレギュラーメンバー。そういえば、そうそうだよ、ね、そうなんですよ、私今日のね、あの衣装、紫色の、はい、あのね、はい、これなんていうのかな、シャツというか、うん、時間内ね、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫です、説明してるんですけれども、ね、うん、これね、うん、あれビスっていうブランドなんですよ。そうなんですよ、だからグッドフィールドグループの、うん、そうなんですよ、来てくれまして、これ実はその瞬間キアプリって QAB の生放送の番組で、うんうん、めったに衣装提供っていうのはやっぱテレビってつかないんですけれども、はいはいはい、つけていただいてまして、うんうん、でその時にこの衣装があってめちゃくちゃ可愛いと思って、はい、まあ、衣装返却して自分で店に買いに来ました。なるほどなるほど、一回返して、そう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 、その場で買い取りじゃなくて返し、うん、そうそうそう、またもう忘れられなかったんですね。そう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 、忘れられない思い、はいはい、ですよ。なるほど。ということでね、今日はじゃあちょうどよかったですね、うん、いい服着てくれましたね、ありがとうございます。おすすめです。はい、きっとグッドフィールドグループの方も聞いてると思いますんで、メイプレイスで買いました。はい、さあ、ということでもうエンディングね、はい、ということになりましたので、はい、じゃあ告知いきましょうか。ゆうこ、お知らせ、はいはい、私 OBP 沖縄美少女プロジェクトが所属している、ディネ&インディという事務所ですね、うん、から、去年ミュージカルに出演したんですけども、また今年も、8名かオーディションに受かりまして、9月の2日と3日3公演あります。ミュージカルの出演が決まりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まミュージカルといっても演劇の中に歌とダンスがある感じなので、うん、結構まあ舞台を見ながら、うん、ところどころ歌とダンスがあるっていう楽しい感じなんですね、うん、なので初めての方も見やすくなっています、うん、で、日曜日からかそのミュージカルの稽古が入ってきまして、うん、今週の土日が2日間とも稽古になっているので、うん、今週はイベントと、ショールームの公開生配信はちょっとお休みさせていただくので、はい、皆さんお間違いのないようにお願いします。はい、ゆうこちゃん、もうその告知の間ずっと山里さんずっと見てて思いました。ずっと見てて、めっちゃ可愛いね、綺麗な色面白いし。ありがとうございます。皆さんは告知特に大丈夫ですか？ですか、はい、はい、僕はで一つだけ、あさって木曜日ですね、はい、FM 那覇でオリジンアワーという番組を、6年ぶりに
僕と、ハットと、うん、ユージロウと、うん、すごい、ケージャージさんの4人で喋ってますんで、はい、はい、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします、うん、はい、山入さん何かお知らせ等々ありますか？私も明日も一生懸命生きてます、はい、そうだろうね。そうだね、明日は Q アプリはあるんですね。はい、あります。あ、基本じゃあ月火水担当、はい、今はそうですね、はい、あとは週末の、ニュースですね、定時の、いずれも QAB と、ね、どんなモノマネが出るんでしょうね、楽さあ、今日ゲストを来てもらいましたけれども、いかがでしたか、今よりさん。いや、楽しかったです。あっという間ですし、うん、もうなんか緊張しましたけど、なんかあったかいですね、雰囲気が。もうお人柄が、お人柄がにじみ出た。いや、もう、ゆるい番組ですのでね。はい、ゆるいゆるい。はい、ゆうこは最後になんか一つ聞いておきたい。あ、そうです。何かあれば、うん。めっちゃずっと気になってたのは、うん、お酒は好きですか？大好きです。じゃあ次、飲みに行き。行きましょう。なんか飲んだらすごくもっと、うわぁ、ね。めちゃめちゃ詳しい。ね、特に詳しいの何でしょうか？ウイスキーが。好きです。ウイスキー検定2級も、すごい。あと花火もね。ちょっと花火の花火は鑑賞士という資格を持ってます、ね、なのでまたいずれ来てもらいましょう、ね、その時にちょっと話聞きましょう、うん、はい、ありがとうございます。というところでお時間迫ってまいりました。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクト優子と、そして山百合子と山内百合子でした。はい、それでは皆さんまた来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら、さよなら、ありがとうございました。バイバイ、おおきに。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごいぴったり3人もいるのに終わりはって。いやいやいや、それは終わらないから君は。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ツイキャス、あ、そうかそうか。何何、ね、これはまだ生きてる。じゃあこのカメラ、右のカメラ、はい、右右、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。左カメラも行きます。はい、ありがとうございました。お邪魔しました。また呼んでください。ギノワンじゃない、別に全国から見てます。あ、そっかそっか、大阪からとかいろいろね、ありまして、東京から。